ガキやろもう。なんでこんな途中なんだよ。握手しろよ。知ってるよ。そうですね、18禁の本とか大好き。それはあかん。空の飛び方、はこれで意味わかんないですよ。前か。まあいずれにしろね、俺なんでこんな途中から始めたかって言うとね、詰んだからなんですよ。ここまで順調だったんですよ。でこいつは何も話しかけても何も音しないしね、ブスになっちゃう。特別何かしないといけないっていうのは特にないんですよ。で、金貨もね、集めてるんで、特にイベントというのはないんですよ。来た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 。そんなところでやるのか。いや、それは分からんわ。それは分からへんわ。真ん中に来てるパターンってどっち来るか分かんないからね。よいしょ。よし、これでやった話が進めるよ。
うわ、惜しい。最悪。これ覚え毛だね、一種の。で、戻りも戻らなかったの。ショートカットしようぜ。まあ余裕だけどね。ありがとうございます。そして朝になってるというものだな。まあ遠慮一つしかないしね。写真を見る未来でも遠慮が分かれるとかそんなないくらいだよね。これ何勝手に盗撮してんだよ。やべえなこいつ。撮ってんだよお前。最低だなお前。この盗撮にはお前ちょっと連れ出すなかも。歌箱行きじゃんお前。これの番外編があるらしいんですけど、それが結構怖いらしいですよ。走れ。見せないってどういうだよ。そこまで来て見せないってどういうだよ。ドレスショップ。なんか変装しないといけない系とかではないか。
です。レプリカです。ただあれじゃね、素材台無しにするだけじゃね、勝手に判断。船でさ、勝手に浸水してんだけど。なんや？一番最初とあそこ向かったとか。セーブできないとか、まあ、あれだろうね、罪防止だろうね。いや普通じゃね？お前何もしてねえじゃんってやつやな。外すってことは、飛び移れないんだけど、多分これ外すだろうね。橋、いや普通に死ねって言っちゃったよ。ナイフに宝の地そこに置くかな。だもうしょんべんすんなよ。あ、でもあれだよ、泳げないって言ってたよね。
Thank you.
ですよね。カニのとこまで戻ってかめんどくさいんだけど。あ、ちょっと待て。これ一旦回してみよっか。どうなる？なんじゃそりゃ。一瞬俺になんか飛んできたかと思ったの。歯だる、だる、歯だる。ちょっとまたカニのとこに戻らなかったらめんどくさいだろう。へいへい。どこだっけ、ここかな。違うわ。おい、なんか作れや、こら。ただ切るだけですよね。ほら。やばい。女の子の興奮してきた。今日抜いてくるわ、ちょっと。抜いてくるわとか。あ、めんどくさ。まあ、2つ目終わりそうだね。あーもううざい。あーごめんなさい。こっちです。オッケー。ってかね、水着少女が普通にこんなとこ映って絶対さ、犯されるってね。え、絶対犯されるわ。あーやべ、やっちまった。うるせえな。
スターアイランドみたいなのが本気になってる。まあ、あくまでも自分が主役やからね、調子に乗れるっていうのはね、基本的に。で、俺は基本的にネットでネットレイテラシーとかそんなに考えないんで。あー、行っちゃったか。ほんと邪魔じゃねえか。多分ここに1個あるね。で、何の形してるとか言われても多分わかんないって。マリオみたいな世界作りやがってさ。マジなるほどね。なるほどね。でも毎回同じやつしか出してこないね。これ制限あるの？これうざくないか？ちょっと待ってよ。ここちょっとカットするかもしれない。カットするわ。
めっちゃあれだね、三角形みたいな。
総当たりしたるし。あんなかな、覚えとこう。
F なの？
年代じゃねえのかよこれ。
俺さ、一番下に左のやつかと思ってた。真ん中のやつか。しかも俺さ、一番正規世代のやつが一番近いやつになってんじゃん。もう死ねんわ。もう死ね。
たばっかとか絶対やばいって。あ、爆発する。不時着。滑る系か。いや、もうもろ一直線コースないけど大丈夫か。ざま。
これか。難しそうやな。ツルツル滑る系やろ、これ。これさ、別に1にならなくてもいいんだけどね。
順番でなるのか分からんけど。
何でクソ当たり式でやるよ、お前。頭おかしいんじゃん。これか。順番でやればいいだけなんですけど、この辺中身読まずにやるっていうのは定義です。左下か。
要するに鏡を割ってしまうと、偽物以外では偽物もあるけど、偽物以外の本物を割ってしまうと自分が死ぬっていうパターン、あるパターンですわ、うん、そういうことですね。
Thank you.
やだ、死にたくないよーってやつやな。
参考になるかバカ。
ダッシュできねえし。Thank you.
Wait.
お邪魔先のあれだわ、進行方向だわ。これお邪魔先が回ってる方向ですね。
これおそらく、キーボードですね。おそらく。キーボードの、日本語表記なんで、おそらく A だったら G ですから、Z は2なんで、ちつつな、ちつつな、す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 、ら。ごめんなさい、全然意味不明だし。一文字か、一筆書きか。そういうことか、理解した。このゲームね、どっちかというとホラーっていうよりは悲しみが強いゲームなんですよ。まあな、俺的に。
か意味がわからん。やっぱ人文字、一筆書きなんだろうけど、ちょっと一筆書きの、これどっちだろうね。Thank you.
あとね、俺的にはこのオーナー、このドラゴン竜がおそらくオーナーなはず。俺的に言うと、一応劇だからあれなんだけども、死にはせん。Thank you.
Thank you.